日韓最強アイドルの誕生を目指しスタートしたシャッフルオーディション。彼らがメジャーデビューできる条件、それは CD の5000枚手売り。メンバー最年長のお兄さん、でもなんだか乙女チック、コウタ。メンバーの胃袋を満たす料理担当、ジュノ。真面目で責任感あふれるチームのまとめ役、シュータ。特技はゴルフ、愛嬌抜群末っ子のギュミン。常に笑顔のムードメーカー、自称ゴリラのジュン。キュートでセクシー、読書好きのインテリな一面もミンス。今回は初ライブに向けた重要なミッションに挑む。しかし現場は修羅場と化した。言うことはない。ユミンに関してはお前もうやる気がないとしか思えないからな。お前だから今日出なくていいよ。それをだから俺は怒ってるんですよ。なめんじゃねえぞお前、クソガキどもがよ。一体何が起きたのか。シャッフルオーディションシーズン2。おっせえなおい、おっせえなおい、また遅刻ですよ。っていうかね、シャッフルメンバーというよりもね、シャッフルオーディションシーズン2ちょっとたるんできてますね。まず何かって、市内がない。市内がないよ。イマニがスタッフにもイライラを募らせる中、今回も原宿でメンバーの集合を待つ。あ、出た、今頃のこの子遅れてきやがったあいつら。見てください、全然オーラねえなおい。何なんだあいつらよ。もうまさにこれスターのオーラゼロですよ。あんなに派手な T シャツ着てんのに誰も気づきませんよ。周り素通りですよ。もしもし。はい、シュータ。はい。お前ら全然人気ねえな。誰からも気づかれねえじゃねえかおい。はい。全然ダメな。まあまあまあいいや、いつものあの集合場所に早く集合して。はい、はいおはようございます。はい、おはようございます。はい、君たち聞きましたよ。私、あのオリジナル曲、はい、レコーディングしたらしいじゃないの。はい。そう、前回オリジナル CD のレコーディングに臨んだメンバーたち。ちょっとサビは今回は順なしで、おサビは外します二人とも。紆余曲折はあったが、レコーディングはなんとか終了。そんなメンバーに鬼教官から嬉しい発表が。夏までに毎週ジョル原宿さんにてですね、はい、このミニライブ &CD 即売会を行います。メジャーデビューの条件、 CD5000 枚の手売り。これまでは CD がなくレッスンに励む毎日だったが、レコーディングを終えたことでいよいよ本格始動。ライブと CD 手売りのイベントが毎週開催されることが決まったのだ。今からですね、ライブをやるジョル原宿さんにちょっと下見に行きましょう、はい、皆さんね、今から、はい、ね。というわけでやってきたのは原宿竹下通りにあるジョル原宿。店内にはフードコートがあり、待ち合わせ場所にも最適。おしゃれな原宿ガールが集まる人気スポット。その一角にあるステージで彼らはライブをするのだ。こちらがジョル原宿さんでございます。皆さん見てください、あれ、あれが君たちがね毎週ありますステージですよ。はい、そこだ。上がんじゃねえぞお前。あ、ここで振りじゃねえかんな。階段結構でかくね。触ったら、触るのはいいよ、触るのは。触るのはいいよ。上がんなっつってんだお前。物も上がってんだお前よ。セオリー無視かお前。こちら、ババン。
ライブの内容を自分たちで考えるべし。はい、わかります？はい、わかりますか？これね、説明いたしますと、ライブ時間はですね1時間、この1時間の内容、どこで何をやるかとか、この1時間の中でそういう内容を全部自分たちで考えてもらいます。これね、これ何かわかります？これに今から君たちが話し合いをしていただいて、これからその1時間のこのライブのタイムスケジュールや配分ね、何をするか今から君らが相談してこれ書いていただいて私に提出してください。はい、で内容が決まったら今日このお客さんを実際呼び込んで、この実際のステージのこの本番さながらの公開リハーサルを今日やってもらいます。マジですか？今日です。今日わかる？今日、今日やります。え、公開リハーサルとして。うん。シャッフルミッション、ライブの内容を自分たちで考えるべし。今回のミッションは毎週ジョル原宿で開催されるライブイベントの公開リハーサルを行う。そこでまずは1時間のライブの内容、時間配分をメンバー全員で考える。そして考えたタイムスケジュール通りにお客さんの前でリハーサルをやってもらう。お客さんを楽しませ、かつ考えた時間通りに進行できたらミッション成功。で、そのリハーサル開始時間は？今何時？今1時40分です。1時40分。はい、だから3時間20分後やります。一旦落ち着いて整理すると、まず3時半にライブ内容を考えて発表、その間わずか2時間足らず。そして公開リハーサルは5時からスタート。つまりあと3時間20分、急いでライブの内容を考え始めるメンバーたち。絶対入れるのは自己紹介、うん、歌をやって自己紹介して歌を、ダンス、自己紹介で話して、シャッフルオーディションの紹介とか必要だよね。どういう人なのかみたいな、俺らが10分いろんな紹介。10分동안그럼みんな皆さんが졸리지つまらない5分。じゃあさ、これさ、俺ら韓国でショーケースやった時もジュナが進行したわけじゃん。誰、どっちかが進行役をやってた方がいいと思う？ジュナやろ。そういうのも今決めないとな。トークで、トークだな。トークもこれ考えないとな。やば。エピソード色々トークだ。これ面白い。今度トークと変わらんじゃん。どういう直す？どういう何分？10分。10割る3は9 3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 
ようなものになるのか。